映画ドラえもんのび太の新魔界大冒険7人の魔法使いは2007年3月10日公開された日本のアニメ映画映画ドラえもんシリーズ通算第27作この作品は1984年3月17日に公開されたドラえもんのび太の魔界大冒険のリメイク作品である映画を漫画化した作品ドラえもん映画ストーリー のびたの新魔海大冒険を岡田康則が執筆し、月刊コロコロコ,ロコミック2007年1月号から3月号に連載した。アニメ、ドラえもんを制作する、新鋭動画の元社員で、ドラえもんファンでもある作家の辛坊祐一が脚本を担当し、監督は、ドラえもん映画作品としては、初の女性監督、寺本幸雄。また、作画監督も、同じく女性アニメーターである。 金子しずえが起用されている。のび太の部屋には、前作、ドラえもんのび太の恐竜2006で登場した、卵から恐竜が飛び出すおもちゃや、ピンク色のボールが置かれており、これについて、美術監督の土シマことは、寺本監督からの指示によるものと語っている。本作以降の作品でも、このような世界観の引き継ぎがたびたび行われている。 第2作日期シリーズとしては初めて人間の死が描かれた作品でもあり、後に同じく、寺本監督によるリメイク作、ドラえもん神、のび太と鉄人兵団羽ばたけ天使たちでも描写された。映画の最後には前作と同じくおまけ映像があり、その中で翌年にも映画が公開されることが、ドラえもんによって発表され、足元にたくさんの植物が芽吹いている。その後、 テレビシリーズの2007年7月13日放送のエンディングにて特報映像が初公開されタイトルはドラえもんのび太と緑の巨人伝であると発表した以降映画の最後のおまけ映像で翌年の映画の予告をすることが慣例となっているリメイクされた映画ドラえもんの中で唯一コミック化されている作品でもある 2008年3月21日と2013年3月15日の2回テレビ放送され、いずれもオープニングとエンディングはカットされている。2013年の放送はカットされているシーンが多数存在する。興行収入はドラえもんのび太の太陽伝説やドラえもんのび太のワンニャン時空伝を追い抜き、2007年当時、 全シリーズ最高額である35.4億円を記録した。以下、ドラえもんのび太の魔界大冒険については、文字数の簡略化により、漫画を原作、映画を旧作、総合表記を全作とする。コロコロコミック総刊30周年記念作品。天文学者の満月博士とその娘で助手の宮子は、地球に大質量の天体が接近していることを察知した。 同時に地球上では不吉な前兆のように暴風雨や地震などの異常気象が多発し始めていた。一方、いつも通り何をやってもダメなのび太はテレビアニメの影響で魔法が使えないかと無双し始める。突如ドラえもんとのび太の形をした石像が空から降ってきたり、その石像が庭から玄関へ移動したり、石像を四次元ポケットに収納したドラえもんが、 原因不明の腹板を起こすなどの出来事が起こる中、のび太は秘密道具、もしもボックスを使って魔法が使える世界を作り出すことを思いつく。しかし、実現した魔法の世界は幼少期から練習をしなければ魔法を使えないなど、のび太の無双とは程遠い世界だった。ドラえもんは元の世界に戻そうと提案するが、のび太は 元に戻すのは一つくらい魔法を使えるようになってからにしたいと決意して、魔法の練習を始め、なんとか静かのスカートをめくる程度の魔法は使えるようになる。そんなある日、黒い流れ星が地球へ落下してきた。落下地点を訪れたジャイアント、スネオ、ドラえもん、のびた、静かの5人は、猿のような悪魔義務に襲われ、巧妙な魔法学の研究者、 満月牧師と娘の宮子に助けられる。満月牧師によると、悪魔とはかつて人間に魔法を与えた存在であり、同時に魔界星と呼ばれる天体からやってきた宇宙人なのだという。そして、彼の妻はかつて幼い宮子の命を救うため悪魔に魂を売り渡しており、その影響で魔界星が地球へ接近、悪魔たちの地球進行が始まったのだった。 そして悪魔を食い止めるためにはナルニアですという男がどこかに隠した魔界力定という書物を手に入れるほかない。その話を聞いた、のびたたちは世界を元に戻そうとするが、のびたのママがもしもボックスを粗大ゴミに出してしまったため、世界を元に戻すことはできなくなる。その夜、満月牧師は悪魔に誘拐され、ア子は悪魔たちと戦うため一人で、 魔界歴帝を探すことを告げて去っていった。悪魔と戦うことを決心したドラえもんたち5人は、どこでもドアを利用して宮子と合流、洞窟の中に隠された魔界歴帝を発見したものの、彼らが協力していた宮子は、悪魔ゅうさが化けた偽物だった。一同は凍りつけにされ、魔界歴帝を奪われてしまうが、上下二巻の内下巻は、ジャイアンの手に残されていた。 ネズミの姿に変えられた本物の都と合流し、彼女を猫の姿に変えた一同は大魔王デマオンを倒すために魔界星へ向かう。魔界星の過酷な環境に翻弄されながらもデマオンの居上にたどり着いた一同は銀のダーツをデマオンの弱点である左胸めがけて投げつける。しかし、ダーツは効果を発揮せず、デマオンの反撃により静か、ジャイアン。 つねを、都は捕まってしまう。絶望的な状況下、ドラえもんは、タイムマシンで過去に戻ってもしもボックスの使用を、阻止しようと思いつくが、メジューサは超空間を超えて、タイムマシンを追跡し、放棄を飛ばすことに成功していたドラえもんとのびたを、石化してしまう。かつて空から降ってきた二人の石像は、未来から来た二人が石化されて、放棄から転落した姿だったのだ。 悪魔の魔力を打ち消す月の光や月光灯によって一時的に石化が解除された二人は四次元ポケットの中で暴れるなどして抵抗を試み、ついにドラえもんの腹板の正体に気づいたドラミが事態を察知して二人を石像から元の姿に戻した。ドラミが新品のもしもボックスを持ってきたことで世界を戻すことも可能になり、物語は大断円を迎えた。 かに思われたが、世界を元に戻しても、魔法の世界は、平行世界として続いていくことが発覚。捕まったままの皆を見捨てるわけにはいかず、ドラミを加えた三人は、タイムマシンで、再び魔界星へと向かう。捕虜にされた五人を救い出し、地球を守る月の魔力を破壊しようと目論む、メジューサを追撃する一同。そこで、メジューサの正体が、 かつて悪魔に魂を売り渡した、都の母だと発覚する。彼女は、デマオンの心臓は、魔界星の赤い月という重大な情報を言い残し、愛する娘に抱かれながら消滅していった。心を一つにした七人と、満月牧師は秘密道具と魔法を駆使して、悪魔たちに立ち向かい、のび太の手に残った最後の銀のダーツを赤い月へと、投擲する。 デマオンの死と共に赤い月が落下したことにより、魔界星は大爆発を起こして消滅した。その頃、元の世界でも大質量天体の地球衝突回避が確認されていた。ドラえもんと伸びたは一連の大冒険が夢のようだと思いながらも、静か、すねをジャイアンの下へ駆け出していった。ただし空き地の木には乗り捨てられる結果になった砲機が刺さっていた。 本作ではエンディングが物語の最後ではなくデマオンを倒した直後に本編から繋がる形で流れる。このため過去2回の地上波でのテレビ放送ではエンディングがカットされているもののエンディングテーマの冒頭部分は本編の展開上そのまま流れていた。2007年3月23日に放送された特別番組魔法世界のドラえもんとのび太を主人公とした エピソード、魔法使いのび太や、ドラえもんそっくりの小悪魔ドマ戸モンと、のび太そっくりの悪魔、のびまが主人公のエピソード、悪魔の城の秘密、そして、映画のプロローグとなるエピソード、序称、新魔界大冒険の3本からなる。任天堂 d s 用ゲームソフト、ドラえもん伸びたのび太の新魔界大冒険 DS。2007年3月8日に、セガより発売、映画を題材にした。 カードバトル RPG。2007年2月から3月まで運行の港未来号はドラえもんのヘッドマークを検出して運行したドラえもん映画作品。ありがとうございます。